みんなにその先生が何を言いたいかっていうと、人間は何も知らずにぼんやり生きてるってことです。じゃあ最後に渡辺さん、質問です。フォッサマグナの海に住んでいた生き物たちはどうなったでしょうか？陸地になる前に逃げた。そう、逃げることができた生き物たちもいたでしょう。ただ多くの生き物たちは溶岩や土の中に閉じ込められて、化石になって暗闇でじっとしてる。暗いよー、海に帰りたいよーって泣いてるかも。はい、終わります。キリッ。